はい、お待たせしました。後半戦です。はい、前回の続きです。こちら内野安打となりまして、ツーアウトランナー1、2塁、タイムを取ってマウンドに集まります。そして気合を入れて挑みます。ツーアウトランナー1、2塁です。0対0。オーケー。そして次のボール、カキーン、カキーンと上がったフライはサードのバッケンリキアの元へ取りまして、アウト。これでチェンジと、なんとかピンチを切り抜けました。一方、ニューヨークメッツの攻撃はサンホールディングスさんの投手がとても素晴らしくて手が出ませんでした。ヒットほぼ0本、かろうじて四球で塁に出ましたが、その後続かず0対0となりました。めちゃめちゃいいボールを放っておりました。素晴らしい。こんな感じで3回までは無得点となっていました。そして4回の裏の攻撃、バッター奈良場選手、ここで何かが起こります。奈良場選手、ライトへ 120m 打、ソロホームランとなりまして、1対0と1点リードしました。ナイスバッティング。その後最終回となりまして、ピッチャーは翔平 TV からフォークボーラーの縦の投手にスイッチします。さあ最終回1対0で抑えられるか。ここでかけてサードゴロ、力也ランニングスローでアウト、ワンアウト。そして次の打者を、おセンターバック、センターバック、センターフライとなりまして、ツーアウト。ツーアウト最終回です。これを抑えれば勝利です。ツーストライク追い込みました。そしてラスト、はい、こちらセカンドゴロでアウトとなりまして、ゲームセット、なんとニューヨークメッツ1対0でギリギリ勝利となりました。サンホールディングスさん、本日の対戦本当にありがとうございました。また胸を貸していただけるとありがたいです。こんにちは、翔平TVです。試合今終わりまして、もう投手戦になりましてね、なんと1対0で勝利ということになりました。やったね。もうサンホールディングスさんも本当にめちゃめちゃいい投手、いい打者がいて、本当にもう奮闘しまして、なんとか、自分は4回無失点で抑えることができて、その後に舘野さんが、まあ、無失点で2回無失点で抑えてもらいまして、
まあ、1対0で勝ちまして、その1点はその奈良場さんが、ランニングホームランを打って1点と、本当にもう投手戦でもうギリギリの勝利ということで、MLB ドリームカップのゼビオ選抜埼玉県代表は、勝利ということで、また、来週あります8月12日の、大会でまた次の、チームと戦うんですけど、勝てるようにぜひとも頑張ってほしいなと思います。それではこれで以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。それではありがとうございました。8月のプレゼント企画、皆さん夏休みは楽しんでおりますか？アディダスの軟式内野使用グローブをプレゼントします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンで応募完了です。どしどしご応募ください。皆さんいつもありがとうございます。